はい、どうも、さやかしょうです。では、久しぶりですね、ディビジョンの方やっていきたいと思います。一応ね、この皆方さん、こもんばんは。格上の人なん本で、日の試合は、ガンまあ、バ大胸を阪借がり俺るの思い誇りでやっていきブたルーいとグ思スタいディまオンよす。りお届けしてまといりりあまえずす。先制点ね、解説は北澤さん、実況ジョン取コれビるアようでにお届けししてていまきいまりしまょう。す。さあ、北まあ、澤ロさナん、ルよジーろニしョがくおかな願いいりた調し子良ます。かったんこんばんで、は、よろしくお願いします。今日のゲームはちょっ続と、戦ああ、の怖い大怖い きく怖い、トーナ嘘、メントひるとみの方幕が開が。きます。いいですね、こういうマッチはね、面白いと思いますけどもね、何か起こるかもしれませんね。さあ、前半見ていきましょう。ちょっと守備をね、ガンバ大阪対アトレティコマドリー、ゲームパのス序盤コーどスうを動いてくるんでし切っていょうこか。う。オッケガンバー、大マス阪ケがラーの、ここに来てまだ監督との契約がいい更ね、新がロなナ。い状態です。ああ、そ期限こ？が迫っているんですが、これはどうご覧になりますか。い何や、今か他にの誰か当てクがあリるんでロしょうナかにいいね。パス出まあ、してどたちんらじにゃせない？よ今は目の前のゲームに集中することがベストだと思いますけどもね。とりあえず追い込みます。応援か、怖いな。うわ、落としどころよ。もうナベールに落としたかったな。アーチのようなパス。カットです。拾える。よし。中央。ウジョル。で、サイド。サベール、サイド使っアトリて、ウナウジーニョ使っ て、 いいて、サイド。そうですね、から、ズバナ。じゃ、オーケー。いいね。今のはもう完璧だったな。おー、取れる取れる。いいよいいよ。オッケーオッケー。そうですね、このクラスの選手になるとボールをもらう位置や動き出しのタイミングなんかはもう染み付いてるんでしょうね。これはワールドクラスのゴールですよね。パス、オッケー、ナイス。さあ、ローナ行け。わあ、オフサイドかな。ない。うわー、ないけど。ないけど、あれはミスだね。おー、ひるむなよ、それ。どうしよう。サイド、オッケー、ナイス。作業作業下げろって。はい、オッケーで、クリア。後ろではもうあんまり回さないでおこう。アトリチコマドリーが結構横に入り込んでくるね。先ほどから前線の選手が外に開いてるんですよね。なるほど、嘘だろ。攻めようという意図なんですね。そうですね。オッケー、下。中にいるディフェンダーを全然見えてなかった。そうすることで中央にバイタルができやすくなるメリットもありますからね。拾える？オッケー、サイド。裏を狙っていきます。このパスが抜ける。どうする？蹴ろうよ、それワンタッチで。あれ、縦にボールを送ります。ベイル、ベイル来たんじゃない。あー、無理か、やっぱ遠すぎるね。これをなんとかしのぎました。こんなチームが相手の時は、うわー、これ来るよ、サイドでしょ。呼んでる。オッケーオッケー。ただ攻撃をやり切ってしまうクオリティはで、クリア。求められるでしょうね。もうね、ヘディングはね、一向に勝てる自信がない。下げて。で、ベール、ああ、無理だな。下げよう。中央。下。下。オッケーオッケー。ああ、やばいよ、今の。ダモス、おわ、届かんかった。でも、これでクリアしとこう。さあ、どうする？ひるめよ、あいつ。ブジョル、ブッフォン、大きく前線へ。いいよ、サイドからどうする。サイド空いてるね。サイドのスペースを使います。いいボールだ。抜けてくる、シュート。ミスったよ。足元のクラス。何そのパス。前すいたので危険でしたね。オッケーオッケー。スペースへ出す。おお、なんじゃこりゃ。通ったぞ。抜けてくる。足元を狙う。ああ、うまいとこカットされたな。あらば取れる。無理か、無理か。これはなかなかこじ開けられない。クリア。オッケー。前とこはね、全部クリアしていこう。カットしたいな。うわー、これ逆抜かれた。オッケー。メッシ無理か。ここはすぐ奪い返します。うまい具合に相手に
飛んだよね。いい展開ですね。あ、これダメっしょ。危ねえ。早めにクロスを入れてきましたけどもね、ちょっと合わなかったですよね。これもロングで。今みたいなアリー気味のクロスなんかはね、効果的ですからね。どんどん狙ってほしいですよね。落としてサイド。うわー、開かないか。もう一回。もう一回。縦にボールを送ります。このボールはカットされます。いいよ。飛ばして。ああ、もう全然拾わない。来た来た。柔らかいパス。いいよ、ナイス。チャンスだ。出るんだよね。アトリチコマドリーボールです。足元で止まらんな。チャンスだ。いいよロナ。あ、出るね。まあまあまあ、先制はしてるからね。でシュート打たしてないし。前半から得点が動いています。体力のどこ、とりあえずいい前半でしたよね。これでいこう。で後半ミュラーを投入していきたいと思います。1対0とリードして折り返します。やっぱりね、後半ね、追いつかれることが多いんで、もう1点で、さらにもう1点取れれば、3点取ればまあ勝ちパターンかなっていうところですけどもね。いや、これ勝っておきたい。勝てるからね。はい、では後半お願いします。では勝ちましょう。アトレティコマドリーのキックオフでスタート。ガンバ 1-0 リードです。ここも堅い守りでボールを奪います。あー、なんだそのパスは。ナイス、ロナ。ロナじゃない、まあロナみたいなもんか。いいよ。さあポグバ行こう。はい、ポグバ。うわー、誰も拾えないのそれ。オッケー。セルギオラモス。ベル。来た来た来た。さあベイル。自分で行く。マイナスクラス。何それ。チャンスだ。シュート。ここは大きくクリア。クジョルトレベ。ナイスナイス、オッケー。サイド開け、開けた。よし。抜けてくる。ここは要注意ですよ。嘘。枠狙って、わ、逆向いてかれた。いやー、今のは残念すぎる。大きく前線に入れます。このボールに触ります。嘘、それ拾うのダメだって。スルーパスを出す。拾ろ拾ろ。この柔らかいパス。キーパー行こう。オッケー。左サイドでメッシ、無理か、いけるか。媒介します。あー、そこじゃないって。ウィリアムズ・ダニス、スルーパスを出すと呼んでいた。クリア、オッケー。うわー、いいね。ヘディング安定してる。サイド、サイド。パスで繋いで攻め込んでいきます。ガンバ、北沢さん、ここまでご覧になっていかがですか。ガンバとしては、ワンタッチ反応しなかった。まだ守りに入るには、チャージかけてくれ。相手も次の手を打ってくる時間帯でもありますからね。相手は一向にひるむ様子ないな。フィジカル負けしてんのかな。拾える。無理？全然勝てないんだけど。オッケーオッケー、クリアクリア。もうこんなところで回さない。拾って、あ、拾えないわ。あ、やばい。マジか。あー、マジか。メシかよ。いやーだね、完全に。いや、今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。そうですね、これはシュート前のパスが決定的だ。もう彼がもう起爆剤になるかどうかわからないけど、いや、勝ちたいね。もう1点やっぱり失点するからな。パスを蹴る方もしっかりキーパーの位置を見ていたので、こういうゴールが生まれましたよね。いやー、今のはもったいない。いやー、これ負けパターンあるぞ。次の1点だな。とりあえず回して見ていこう。時間はね、あるからね。
交代枠を2つ残しています。長いフィード前線へ。オッケーナイス、今のようかけたな。ロナ行け。アベイルか。しかもキーパーかよ。抑えたいところ抑えました。加点。ヘディングが一向に加点。クリア。このピンチをなんとか出します。いや本当に味方にヘディング行ってくれない。うわ。オッケーオッケー。いいね、広いね。ミューラー行っていいんじゃない。そう、小無理か。守備陣がキーパーに助けられた形になりましたよね。え、なんでボールを置いてた。ナイスミューラー。オッケーオッケー。いやー、やっぱり良かったよ、入れといて。あ、もう昼め。誰、俺誰操作させてくれんの俺。ビリビリ。操作権がね、あまりが大きたきたきた。このゴールを生み出しましたよね。そうですね。先ほど投入されたばかりですが。嘘だろベイル。期待に応えました。いやこの采配は大当たりでしたよね。帰ろ帰ろ帰ろ。期待にしっかり応えてきましたよね。そうですね。うわあ前来たや。さあガンバここでリードを奪いました。分かってんだよそっち。嘘。なんでボールに行かない。オッケーオッケー。落とせる？無理か。でもロナウジーノよう取った。オッケーナイスボール。うわぁ。あの後だよなぁ。オッケーよし。勝った。サイド。あら、もうすぐオッケー。相手のバックラインまで積極的に行ってますからね。来た。オッケー。ナイス。完璧。これで。これでだいぶ硬くなったんじゃない？ガンバ、決定的なゴールになるのか？オッケー。今のゴールシーン、中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか？いや、チーム全体で、やっぱりね、トラップがでかくなったな。奪ってからフィニッシュまでの流れ。で、ここになるよね。守ろう、守ろう。センサー一つ開けてるけど、これは守っておきたい。クリアしよう、オッケー。いいね、やっぱロナを、あーダメだ、前に置いてるだけでやっぱりね、ポストプレーもうまくいくし、オッケーロナ、オッケー、なんかさ、出せんな。持っていくね。さあここでカウンター。ルーズボール。オッケー。ここで笛です。3対1ガンバ見事勝利を収めました。とりあえずね、なんとか勝てたんで。試合を振り返っていかがでしょう。ガンバとしてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけ。まあシュート1、あの1だよね。試合内容だったと思いますよ。今日のまあなんとか抑えたかな。はい、そうですね。まあ、やっぱりね、これだけの戦力差をね、持ってしないと、まあ、格上の人にはなかなか勝てないかなっていうのが現状ですね。まあ、格上、あんまりね、格上の人とね、当たって、800台の人と当たることもあるんですけど、あんまりね、冷凍がね、そんなに上がらないんですよね。勝っても勝っても10みたいな、10くらいしか上がらないんで、まあこれも600台の方ですけど、で負けたら負けたで、まあ普通に下がっていくんで、なかなかこの500台を突破してないっていうね。はい、で今回ディビジョン4ですね、今のところ負けなしで来てますので、あと1勝して3に、目標の3ですね、いよいよ達成間際というところで、終わりにしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。